乃木坂46と欅坂46の違いと、なぜ間違える人が多いのか考えてみました。こんにちは、皆さん。今回は乃木坂46と欅坂46について考えてみたいと思います。なぜ、これらのグループを間違える人が多いのでしょうか。まず、お答えいたしますと、乃木坂46と欅坂46は現在も活動しております。両グループは、日本のアイドルシーンで非常に人気があり、多くのファンを魅了しています。では、なぜこの二つのグループを間違える人が多いのか、考えてみましょう。実は、乃木坂46と欅坂46は、いくつかの共通点があります。例えば、両グループともに、アイドルグループとしての活動を言っており、メンバーたちは若くて、才能あるメンバーたち。で、構成されています。また、両グループの楽曲も人気で、多くのヒット曲を生み出しています。しかしながら、乃木坂46と欅坂46には明確な違いも存在します。まず、メンバーの人数は異なります。乃木坂46は、メンバー数が多く、活動の幅も広いと言えます。一方、欅坂46は、メンバー数が少なく、より結束力が強いとされています。また、両グループのイメージや楽曲のテイストも異なります。乃木坂46は、清楚で可愛らしいイメージが強く、コッペな楽曲が特徴です。一方、欅坂46は、クールで大人っぽいイメージがあり、よりダークな楽曲が多いと言えます。以上が、乃木坂46と欅坂46の違いの一部です。しかし、これらのグループを間違える人が多いのは、似ている点もあるためだと考えられます。メンバーの若さや才能、そしてアイドルとしては活動など、共通の要素があるため、混同されることもあるのかもしれません。最後に、乃木坂46と欅坂46の魅力を再確認しましょう。どちらのグループも独自の個性や才能を持つメンバーたちが集まり、素晴らしいパフォーマンスを披露しています。これからも彼らの活躍に期待したいですね。以上、乃木坂46と欅坂46の違いについて考えてみました。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメントやご意見もお待ちしております。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。